海上自衛隊の次期イージス艦建造計画は、現在の岸田政権であっさりと見直され、小型化の方向が決定されました。その一方、トマホークが搭載可能な艦の建造は、引き続き継続なかということです。今回は、超大型護衛艦ヤマトの誕生はなし、岸田政権の小型化イージス艦建造について見ていきたいと思います。配備予定地をめぐり、様々な思惑が絡み合ったイージス・アショアについて記憶している方も多いでしょう。この話が出た時は菅内閣でしたが、彼の出身地である秋田県が、配備予定地の一つとあって、かなり驚いたことを覚えています。今まで、首相の地元に、そういった危険物を置くことは、あまりなかったことですよね。しかし、この秋田県設置については、地盤の問題で取り消しされました。そんなこともあって、2020年6月に、陸上配備型のイージス・アショアの導入は、中止決定となりました。さて、2023年度の防衛予算の概算要求に対し、前述のイージス・アショアに代わり、そのレーダー部等をそのまま流用する大型のイージスシステム搭載艦の建造が持ち上がったのです。2022年秋から、北朝鮮が、弾道弾や巡航ミサイルの日本海へ向けて乱発とも言えるほど、しょっちゅう発射していることに対応すべく、日本のミサイル防衛の今後のコアとなるものと期待されましたが、あまりも大きすぎる規模なので、疑問視する声も多かったのです。しかし、11月に入ると、排水量2万トン級、全長210メートル、全幅40メートルとも当初は、伝えられたイージスシステム搭載艦が、今活躍しているマヤ型護衛艦程度のリアルサイズに戻すという報道がありました。ということは、アメリカ海軍の標準艦艇アーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースにとしたサイズに戻るという意味なのですが、この通りに建造すれば、サイズ的には、現行のイージス護衛艦が2隻増加するということになります。そもそも、イージスシステム搭載艦に、かなりの大きさが必要という理由ですが、イージスアショア用のレーダー等機器のサイズが、陸上配備型のため、巨大だからと言われてきたのですが、それも撤回したようです。それでも、弾道弾迎撃用の SM-3 ミサイル等に加えて、航空機や巡航ミサイルの迎撃にも対応可能な SM-6、国産一蓋式地対艦誘導弾能力向上型の配備までには、時間がありますから、その間隙を埋めるためのものとして、トマホーク巡航ミサイル配備は、続けていく、方針と思われます。とはいえ、トマホーク巡航ミサイルは、アメリカ海軍の主力対地攻撃能力を担う兵装ですから、これを日本には配備するということには、反対する意見も当然あります。ある意味イージスシステム搭載艦より激しい批判対象にされていると感じる意見もあるようです。トマホーク巡航ミサイルは、現在、アメリカの軍需産業大手のレイセオンテクノロジーズ社が製造していますが、単価が、巨額で、一発あたり1億円以上とも言われています。ということは、アメリカに、日本の貴重な血税を流すのかといった意見も多いようです。ウクライナ戦争のせいで、燃料費は高騰、コロナ禍でバイトもなくなり、食料品などの値上げもあって、庶民は、苦しい生活を強いられているのに、勝手に、高額の兵装購入を決定し、外国へ貢ぐつもりなのかと感じる国民も多いはずですね。そして、アメリカ軍需産業のいいように踊らされている、日本という古臭い公式と、軍需企業が、自分たちや国の利益を追求するため、日本には、絶対必要とは言えないような兵器を高額で売りつけているのではないかという推理も囁かれているようです。日本が、空自の主力戦闘機として、
以前には F-15 イーグル、最近は F-35 ライトニング2を購入した件にも同様の批判がありました。こういった行為を迫害などと呼称して政権批判に結びつけているという批判も政府側から出てきたようです。まあ、何をしても反対賛成意見はあるはずですから、その落とし所をうまく作るのが政権の器量だと思いますけどね。反対意見を真っ向から叩き潰したのでは、どこぞの国と同じ体たらくだと思います。トマホーク巡航ミサイルのこれまでの経緯を振り返ってみましょう。今でこそアメリカ政府は日本の調達したいという意向に賛同していると見られますが、日本側がそうした意向を示したとき、アメリカは後ろ向きでした。確かにそうでしょうね。同盟国ではありますが、日本にはあまり強固な軍備を持ってほしくないというのが本音なのでしょう。ロシアや中国との兼ね合いもありますし、日本がトマホーク巡航ミサイル調達を希求したのは、2004年、平成16年の防衛計画大綱が始まりと言われます。この時点では、海自艦艇にトマホークを実装し、主に北朝鮮等が保有する弾道弾への抑止力にする計画だったようです。日本に向け、中、長距離の弾道弾を保有する国に対する威嚇というか、抑止力といえば柔らかいですが、つまりは脅しでしょうね。その役目をトマホークにという考えだったのでしょう。9年後の2013年、平成25年、新防衛大綱のもと、当時の日本政府は、アメリカ政府に対し、トマホーク巡航ミサイル調達の意向を打診したと言われていますが、やはり、アメリカ側からは、色良い返答はなかったようです。アメリカ側からすれば、トマホークを日本に輸出すれば、射程距離を勘案した場合に、日本本土からでも、中国や韓国を攻撃圏内に入ってしまうのですが、それを懸念したのだろうと考えられていますし、そういった国からの反発を受けることは避けたかったのだろうと推測されます。ここまでの経緯を見ても、憶測されているように、アメリカが日本に兵器輸出で利益を上げようと常に画策しているという指摘には当てはまらないという見方もされていますし、むしろ、日本が欲する兵器であっても、アメリカは政治的思惑で許可してこなかったと感じられるのです。しかし、2013年以降も、経済発展を後ろ盾とした中国軍の軍備増強は続いています。今日では局地的ですが、アメリカ軍さえもしのぐレベルに達しているとさえ囁かれていますから、アメリカも方針転換の時期と考えざるを得なくなったのでしょう。それだけでなく、前トランプ政権では、一時的に関係改善されたように見えた北朝鮮で、菅、ロシアの支援を受けて、新型弾道弾や巡航ミサイルの開発を加速させていて、最近の乱射状態に見るように、こちらも、軍備拡張をどんどん進めているように見えます。言うまでもなく、ロシアは、ウクライナ侵攻を中止する動きは、全く見せていません。中国、北朝鮮、ロシアの三大仮想敵国に、日本海を隔てて対峙している、日本の防衛力は、ミサイル防衛に代表される迎撃兵器配備戦略も、残念ながら、限界に近づきつつあるように思えてなりません。敵ミサイルを迎撃する可能性と手段が狭まっている以上、攻撃を行わせないためには、日本も反撃できる能力を持っていることを示すより、他に手段がないし、懲罰的抑止力として、長距離攻撃が可能な兵装を持つのが、唯一の手段だという論理もあります。その意味で、実際に、中東方面での実戦に使用されて、効果を示したトマホーク巡航ミサイルほどの兵装は非常に貴重です。
防衛力の国産化という観点からはそれますが、対地攻撃用有効兵器として、これ以上確実な兵器を探すことは困難と言えましょう。ロシア・ウクライナ戦争の現状を見れば明らかですが、通常戦力による戦闘では、ロシアが劣勢になっています。これは、西側諸国からのハイマースなどの兵器供与を受けたウクライナが、最大限に活用した結果と言えるでしょう。ロシアは、思いがけない長期戦に、動員令を発動し、徴兵をかけるなど、戦略的にも、ガタが来ているようにも思えます。しかし、ロシアは、ウクライナには、巡航ミサイルがないことを逆手にとって、発電所等のインフラ攻撃にターゲットをシフトしてきています。これは、ウクライナが、そういった兵器を持っていないことを前提とした一方的な攻撃ですから、仮に、ウクライナが同じように反撃できる兵器を保有していたとするなら、そのような攻撃は、躊躇していた可能性が高いと考えられるのです。つまり、ロシアは、ウクライナが、どんな兵器を持っているのか、視察していたと考えられます。何と言っても、同じ旧ソ連の構成国だったわけですからね。こうしたロシア・ウクライナ戦争の現実を目の当たりにしては、対地攻撃能力を持つ、トマホーク巡航ミサイルを保有しようとする政府の計画に反対する国民は、少ないのかもしれません。アメリカは全てにおいて正しいというわけでは決してありません。とはいえ、少なくとも中国や北朝鮮やロシアよりはマシですし、トマホーク巡航ミサイルのように実績ある兵器をアメリカから購入ことは決してマイナスにはならないという考えもあるようですね。どちらにしても巨額の国家予算を使うわけですから、国民へ丁寧な説明をして理解を求めることを省いてはならないと思うのです。